皆さんこんにちは。ピアニストの端沙織です。沙織の3分間ピアノレッスンを始めたいと思います。今日のテーマはレガートです。さてレガートというのは音をつなげて滑らかに弾くピアノの演奏法なんですけれども、このレガートの練習に際しての注意を今日はお話ししていきたいと思います。まずレガートで弾かなければならない、あるいはレガートで弾きたいな、滑らかに弾きたいなっていう、フレーズがあったとします。そうするとそのフレーズのまず音を自分でよく歌ってみてください。歌うとよくわかると思います。フレーズの中に頂点になる音っていうのが必ずあって、音がそこに向かっていくようなそういう流れがあるんですね。その流れを自分で歌いながらよく頭の中で理解していってください。まず声に出して、歌を歌ってみる、フレーズを歌ってみる、これがまず1番です。そして、2番目はその自分が歌ったように、自分でピアノを弾いてみる。この弾くときに自分の出している音をよく耳を澄まして聞いてください。自分の耳が先生になるので耳を頼りに弾いていかなければなりません。この手順でレガートの演奏をしてください。そして、レガートで演奏するときに、注意点なんですけれども、例えば手首をあまりこう上げすぎても弾けません。もちろん下げすぎても弾けないんですけど、特にこう上げちゃって弾くとレガートしづらいです。あと音の重心それぞれがこうメロディーが進んでいく中で重心がこう移動しているような感じで、つまり例えば、例えばショパンのバラードの1番の、一部を取ってみますけども、こういう美しいメロディーがあるんですけども、この一個一個の音が重心が移動していくようなそういう感覚でピアノを弾いていってください。そしてあともう一つは、あまり指をこうやって丸めて弾きすぎると弾きづらいです。少し平たくする、そして自分の耳をよく澄まして聞いて、そして演奏してください。レガート奏法、頑張って練習してください。それでは